GWR のブリストルにおける最初のターミナル、ブリストルテンプルミーズ駅内部の絵、ラダー軌道の構造がよくわかる。ラダー軌道とは、鉄道の線路に使われる道床の一種。一般的な軌道は、レールの下に枕木を直角に並べて配置するが、ラダー軌道は、レールと同じ方向に走る枕木を使い、クロスメンバーというレールに直角な針で機関を保持している。 はしごのように見えることが名称の由来である。軌道剛成が高くなり、荷重負担が分散されるため、軌道ぐるいが起こりにくく、メンテナンスが大幅に軽減されるなどの利点がある。少なくとも、イギリスのグレートウェスタン鉄道で、開業時すでに採用されており、この方法で、GWR は当時採用していた 2140mm 機関という、 後期でも枕木用に長い材木を使わずに済んでいた。バラスト軌道で使用されており、通常のバラスト軌道と比べて、騒音吸収の面で優れているほか、線路にかかる荷重を、ラダー枕木により分散させることで、バラストの沈下と、バラストに使用される採石の再流化を遅らせる効果があり、これにより、軌道具類いが軽減される。また、 メンテナンスも通常のバラスト軌道と比べて1、5以下に軽減されている。種類としては、バラストの上部に直接、ラダー枕木を付設する方式とバラストの上部に防振材を介して、ラダー枕木を付設する方式の2つがある。コンクリート道床で使用されており、コンクリートロバンとラダー枕木との間にゴムを使用した防振装置やポリウレタン防振材を挟むことで、 ラダー枕木を支持する。ラダー枕木により、荷重を分散させる他に、騒音と振動の軽減が可能であり、種類としては、ラダー枕木を、コンクリート銅床から、防振装置を介して支持する、防振装置式。コンクリートの銅床の上部に、L 型コンクリート台座を設置して、側面からは干渉材、下面から防振材を介して、ラダー枕木を支持する L 型台座式。 コンクリートの銅床の上部に設置されたコンクリート台座に L 字型のダクタイル台座を設置して、側面からは干渉材、仮面から防振材を介して、ラダー枕木を支持するダクタイル台座式がある。ありがとうございます。